本気な家ですね。こんにちは、みのチャンネル。質問いただきました、うん、ありがとうございます。相手に物事を伝えるのが苦手です。いろいろ学んでみたんですけれども、うん、いつもうまく話せないことが多くて、うん、伝えることを諦めてしまいます。あ、口下手な性格を直したいと思っていたところ、御社のセミナーを発見いたしました、うん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これセミナーにお申し込みいただいた時のまたコメントですよね。そうですね。でも素晴らしいですよね。いろいろ伝えるために学んできたと。けどもこれが伝わらないってなると、やっぱり辛くなってきて伝えるのを諦めてしまいそうだと。だから口下手なんでっていうことでね、いろいろセミナーお申し込みいただく方もたくさんいらっしゃいますけども、今日はねこれがいいと思うんですよ。相手に伝わるようにするには、話の中身って皆さん探求すると思うんです。どういう話の流れをするかとか、例えばタイトルつけましょうとか、結論から言いましょうとか、逆に根拠を述べましょうとか、ピラミッドで伝えましょうとか、この話の中身って絶対学ぶはずなんですよ、最初にね。で、この方もいろいろ学んできたということなので、多分そのロジカルシンキングとか、話の中身に関してどう伝えるかっていう、これコンテンツって言いますけど、これは学んでらっしゃると思うんですよ。それでもうまくいかない場合、もう一つこっち鍛えてみませんかっていう、今日そっちのお話なんですけど、何かっていうと、話の内容ではなくて、どう表すか、これを表現力って言います。言葉じゃなくても、人間っていうのは表現することで伝えることもできるよということ。ちょっと思いつく限りバババッと言ってきますけど、例えば、じゃ何かこう人と話しているところを演じると。先日、上司に、なんで提出物を送れるんだと怒られて、いやだって提出物聞いてないんです、そんなの言われてなかったんで出さなかったんですって言ったら、いや何そんな口答えしてって言われてすごく腹立って、っていう、これ一人称でずっと喋ってるわけですよ。でもじゃあ表現力ちょっと入れてみましょうとなった場合、ちょっとだけ首振るだけでも全然相手に伝わる方が変わってくるんですよね。例えば先日上司に、なんでこの納期守れないの、お前ちょっとちゃんと出せって言ってるだろう、いやだって納期言われてなかったんだけど、いつ出せなんか全然分からなくて、いや言われなくても出すもんだろうが、いやそんな急に言われたって困る、いや分かるだろうがって、こうちょっと首を振るだけでもなんかここにシーンが出てきますね。一人でやってるけど何人か土手でしてくると、でそこに社長がおい喧嘩するなって現れちゃって、もう一人こうやって首振ってくると3人目出てきたぞみたいな。でも僕やってるのは一人なんです。これは表現力で補えるってことですね。首を振るだけってこと。で例えばちょっといくとバババッといこうと思うんですけど、声のボリュームっていうのもあるわけですよ。こんにちはって言ったんです。こんにちはって言った、これですね。じゃあ他のパターン、こんにちはって言ったんです。これちょっと遠くに人がいるような気がしますね。こんにちはって言ったんです。これささやいたからですか。で今これボリューム変えてるだけなんですけど、こんにちはって言ったんですって言うと、こんにちはって言ったんですって言うと、こんにちはって言ったんです。で誰に話しかけてるか、これも表現だと思いますね。誰もいませんよここに今けどどんな風な人にどうやって話しかけてるかっていうのが、なんとなくこう絵が出てくるような気がするんですよね。もうちょっと言ってみましょうか。例えば目線なんていうのもあります。大きな家ですねっていうのと、大きな家ですねっていうのと、ちょっと声も今変わっちゃってますけどそこ変えちゃいかんですよ。でも目線だけ、何階建てですかこれは、うわすごいな、これ下までどうなってるんですか、なるほど。でこれ今目線を変えてるだけでも、なんかここに今家があるっぽいような表現になりません？ただこう目線を動かしてるだけ、ここに家はないですよ今。でもちょっと変わるってこと。あとは手なんかもよくそうですよね。昨年は売上が1000万だったんですけども、今年は2000万になりました。これただ言ってるだけ。じゃあ手を入れると、昨年は1000万だったんです、この売上が今年は2000万までいったんですってなると、こう手があるとちょっとここにビジュアル出てきますね。これはただ表現を変えてるだけなんです。みたいな形で今日いくとパッ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 と言いましたけど、例えばその首を振るだけでもここに演出ができますよ。声の「おーい!」って言うと「はい!」っていうのでも全然ここの話しかけてる距離感が出てきますよ。目線使っても大きさ出てきますよ。手を動かせばいろんなもの表現できますよと。こんな大男が出てきてですねって、そんなケースがあるのかって話ですけどいやドキッとしたわけですよっていうのと、いやドキッとしたんですよで何も表現せずに言うのと、よく学ぶのはこの話の中身ね、どういう構成で喋るかって、これも学んだ方がいいと思います。で今日ご質問いただいた方もいろいろ学ばれてるってことなので、多分どうやって伝えるかっていうのはいっぱい勉強されてると思うんですけど、やっぱりどのように届けるか、これが表現力で、これがあるとニコイチダブルでセットでキュンとくるよと、誰がって話ですけど表現力増して変わってくるよということなんです。だからトークが苦手とかね、喋るのが苦手とかいう方は少し表現力の方を磨いてもいいんじゃないですかと。ちょっとすぐできそうじゃないですか、描いたりするの。やってるうちに自然にナチュラルにできてることなんかいっぱいあるわけで、自転車なんかもそうですよ。だって最初の本当に慣れちゃえば何十年乗ってなくたっていつでも乗れますよね。不思議だと思いません？やっぱりその慣れっていうのはそのぐらいパンチ力が、習慣が強いってことですよね。
ね。だからやっぱりちょっとチャレンジしてみることだと思うんです。ということで今日は、ね、口下手の方にっていうね、ことで、もう無理してうまく話さなくても伝わる技術ってありますよと。それは何かといえば表現、どう表すか。これは別に上手くなくても動かしたり目線を上げたりトーンを変えたりするだけでだいぶここに伝わるビジュアルが出てくるということなんです。で、人間というのはやっぱり耳で聞いてるだけよりも視覚情報の方が圧倒的に強いんですよ。なぜかといえばもう朝起きた瞬間から夜眠るまでずっと目で物事を捉えてるわけです。ずっと耳になんか聞いてるってことないですよね。ずっと耳の中でなんか鳴ってますって多分ないじゃないですか。でも目は朝起きてから寝るまでずっと使ってるんですよ。そのぐらい視覚優位なんですよ我々。だから表現力っていうのは何かっていうと相手に映像を映すんですよね。だけど富士山って、あ、富士山だって言えば富士山が出てくるかもしれないし、やっぱりそうやって絵を届けると相手にすごく伝わりやすくなる。その一途をこう立ってるのがね、表現力っていうことなので、ぜひまあ今日いくつかパパパとお伝えしましたけれども、できるものからチャレンジしてみていただきたいと思います。で、こういった人前で喋る技術とか説明力とか、あともちろん表現力ですね、これもやってみると面白いなということで、そういったセミナーたくさん開催してます。ぜひ概要欄見ていただいて好みのセミナー発見してエントリーいただけると嬉しいです。またいろいろコメントもお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあ。